このコンクールは、税の知識を広めようと大分法人会が開催したものです。税金を活用した建物やサービスなどをテーマに、大分市と由布市の小学校35校から1678点の応募がありました。今日の表彰式には、上位に入賞した7人の児童が参加し、賞状を受け取りました。審査は、税金に対する理解度や自分の考えを的確に表現しているかを基準に行われました。 低学年生にも分かりやすいように小さい頃遊んでいた積み木を見重ねて書いてみました。頑張って書いたので、やっぱいろんな人に見てもらったら嬉しいです。表彰作品は大分税務署に展示されます。